今日は漫画、大賞の献立ルリ子の愛情レシピから、パンケーキに挑戦です。パンケーキのことかな？その通りです。明治30年頃に紹介され、漫画に書いてある大正時代にさらに広まったようです。ほうほう。しかししばらくはドラ焼きと同一のものと思われていたみたいで、漫画サザエさんでも、サザエさんがドラ焼きを焼くと言って、ホットケーキを作るシーンがあるそうです。ドラ焼きの方が知名度高かったのかな？なのかもしれません。ちなみにパンケーキの元祖イギリスでは、膨張剤を入れないのでクレープに近いもののようで、対してホットケーキといえばアメリカ式で、分厚さを重視したりバターや蜂蜜をかけるなど、こちらの方が日本人にとっての、パンケーキ、ホットケーキのイメージに近いかと思われます。まあ、簡単な料理だから各地で作られたんだろうね。はい、日本のドラ焼きだけではなく、中国、韓国、台湾とアジアの各地で、独自のパンケーキがあるようです。いいねえ、現地に行って食べてみたいなー。そして料理は焼きの作業、当時を再現するために、フッ素加工ではないフライパンを使います。こんなプロっぽいフライパンで大丈夫かい？おっさんは娘さんが小さい頃に、白熊ちゃんのホットケーキを何度も呼んだので、焼き方は頭に入っている、絶対に大丈夫と言っていました。おお、失敗フラグだと思ってた。はい、1枚目はなんとか成功しました。2枚目は。下のが2枚目か。同じ材料で作ったとは思えない色になりました。ホットケーキの粉を使わない調理に、家族が警戒したので食べたのはおっさん。バターと蜂蜜のおかげで重曹の匂いや味も、気にならなくなっていた。見た目以上にふかふかした出来で美味しかったそうです。おっさんが自画自賛した時はビクトリーはなしだったかな。あ、はい。そうです。うまこゆる秋、食欲の秋、今日は秋の味覚銀杏だぜ。秋の味覚のイメージあるな。銀杏は秋の代表だけでなく、英名も銀杏、と呼ばれていて、日本を代表する植物なんだぜ。それは知らなかった。外国にはないんだいちょうって。あったけど絶滅したらしい。植物も弱肉強食なんだな。そして銀杏だが、定番で言えば封筒に入れるんだが、封筒がなかったんで今回はコピー用紙で自作したぜ。常に何か足りてないなおっさん。主におつむが足りてないぜ。さて胃腸が全滅したって話だが、これ結構スパンの長い話で、胃腸の最盛期はジュラ紀で、その後の氷河期でほぼ全滅。一種類だけ生き残った胃腸は宋の時代に人に発見されて、それから食用、医療用にと重宝されたため、植林され増えたそうだ。そのため胃腸は野生絶滅種とされているんだ。はぁ、胃腸って身近なイメージだったが、身近にしか存在しないんだな。これから紅葉だから楽しみだぜ。それじゃお弁当の中身紹介だぜ。お願いします。右からレタス、秋を感じられるといいなぁと思う封筒胃腸、海鮮マキシマム、無限ピーマンイエロー、グレープフルーツ、上の段、ソースカツ、冷凍。最後は日の丸だ。感想はどうかな？感想は息子くんで、シーフード系が美味しかったそうだ。メイン食材だからな。おはよう。おはようございます。僕は薬味の妖精っす。うちはしゃもじの妖精だよ。そんで、やっくん、おっさんが今洗っている草は何？草じゃないっすよ。画面に映っているのは、らっきょうだそうです。うちが知ってるらっきょうと違う。株の部分は小さいし、立派な葉もついてますよね。実は、おっさんもよくわかってなくて。どう調理すればいいか悩んでいるそうっす。変なもん買ってくんな。おっさんはいつだって無計画っすからね。でもなんかラッキョウ切ってるぞ。ですね、調理方法に悩んだらこちらです。正解は揚げるです。正解なのか。揚げれば大体美味しくなります。本当かな。うちは頑固なワイオミングっ子だからなかなか信じないぜ。いつからアメリカ人になった。とはいえ、揚げれば美味しくなる派、雑な理論ですが、それを証明する食べ物は世に溢れているので納得してくれる方も多いと思うっす。そして形状はかき揚げ風でいきます。ところでなんでワイオミング州って口走ったんですか。田舎で頑固そうなイメージだから。ワイオミング州に謝れ。大丈夫、ワイオミング州でこの動画を見てる人いないから。まあ、見てる可能性は限りなくゼロでしょうな。ラッキョウのかき揚げできたっすね。あとはこれにめんつゆをかけておきます。それでは、たまにハトヨ先輩が紹介。やだよー。洗
先週はモブ君も挑戦しました。今週はトヨ先輩が先輩らしいところをお願いします。どうやら意地悪じゃないみたいだ。今僕の思考を見たでしょ。では、よろしい。トヨ先輩をよく見ておきなさい。わ、何ですか、エレベーターの前にいたのに。大丈夫だよモブ君、落ち着いて。お弁当の中身を見まーす。お願いします。ほらモブっちも。よくわからないけどお願いします。千切りレタスと千切りキャベツ、にわかソースで味付けした鶏のソテー、らっきょうのかき揚げ的何か、缶詰のみかん、人参グラッセ、白ご飯、鮭。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どういたしまして、モブッチは偉いので家に送り届けてあげます。ありがとうご。感想いこうかな。感想は息子くんでニラみたいなのが美味しかったそうです。そうか、らっきょうの葉ってニラみたいな味がするのか。それじゃ、せーの。ビクトリー。だぜー、厚焼き卵の時間だよー。はい、毎週恒例のおかずですある。今日は薬をたっぷり入れたやつを作るぜー。薬味ネギですね。通称青ネギとも言うわ。どうでもいい話だけど、そうめんにかけるのが青ネギなのが東京より西、白ネギなのが東京より東らしいわ。地域差があって面白いですね。そして厚焼き卵、大きくは崩れてないけど最近はおっさんから向かって左側、画面で言うと右下が崩れる傾向にあるから、巻き目の権限はもちろん、全体を崩さず作るのも目標です。ここまでは大きく失敗していないように思いますある。さあ、全国の厚焼き卵ファン、刮目せよ。成功しましたか？見えにくいけど、左側は思いっきり崩れました。あとは角材兄貴の頑張りに期待です。焼き目も、あまり見えませんね。来週は最大火力で挑むしかないな。そしてここからは、漫画、大将の献立瑠璃子の愛情レシピから再び、しめじの佃煮に挑戦。今度はグッド和風のおかずですねある。大正時代は先のパンケーキみたいに、現代に通じるものも認知され始めてきたけど、やっぱり中心は昔ながらの和食。なんといってもお店に並んでいる材料が、そうだったからね。今のお店の品揃えを見たら、昔の人はびっくりするでしょうね。生産や物流の技術が発達して、季節感がなくなった商品が多いのもあるわね。それじゃお弁当の中身紹介。よろしくお願いいたします。右からブロッコリー、スプラウト、厚切りベーコン、最近なんだかアレなネギ入り厚焼き卵、プチトマト、大将の献立瑠璃子の愛情レシピのしめじの佃煮、上の段、エビのグラタン、冷凍。最後に日の丸。ご感想もお願いします。感想はお嫁さんで、確かにキノコの味が濃かった、だそうです。確かに。おっさんが佃煮だから味が濃いよ。ご飯と一緒に食べて、と事前通告してたそうよ。そういうことでしたか。はい、ここまでのご視聴ありがとうございます。コメントの書き込み、チャンネルの登録、マイリスの登録も、ありがとうございます。ツイート、宣伝、商品登録、宣伝での盛り上げも、ありがとうございます。それでは、皆さん、いってらっしゃーい。まったねー。